急ごう。これじゃ鍛錬にもならないな。もう終わり？まだ強くなれる。よし、先手必勝。Thank you.
成長しちゃうよ。でっかい。こんなに大きなのって反則でしょ。助け立ちしよう。逃がすものか。助かります。よそ見をするな。まずは敵に集中しよう。よし。はい。使うな。呪印術を使えるのか。隙だらけだ。その立ち筋はまさか。そうなんだ。隙だらけだ。無事で何より。私はビクトル・オークビル、レスリア軍に所属している。彼女はミキ・ソーベスター。はじめまして。フィデル・カミューズ、スタールという村で剣を教えています。カミューズ。やはり君の剣はカミューズ流なのか。はい。そういうあなたの太刀筋にもカミューズ流の影響が見えますが、軍で父の教えを受けていらしたんですか。無論だ。そうか、ダリル殿に息子さんがおいでだとは。この辺りは危険だ。私たち村を代表して都に援軍の派遣を嘆願に行くところなんです。実は私たちの村がエイタロの襲撃を受けたんです。図々しいお願いなんですけど、どなたか権限のある方を紹介していただけませんか。共に剣を交わした縁もあれば、ダリル殿との縁もある。うまくいくかどうかは保証できんが、堂々しよう。ありがとうございます。国は力を貸してくれますか。時期的には難しいかもしれない。だがダリル殿のお口添えがあれば。カミューズのおじさんが。ダリル殿は現在レスリア王国の軍事顧問兼完璧に近い勝利だな。
れがミードックの町ですね。そうだ。夕日が差して綺麗。ここは隣国ランドックとの玄関口にあたる町だ。こんな状況じゃなければゆっくり見て回りたかったです。任務の関係上ここで一泊することになった。失礼。ああ、こちらこそ。フィデル兄、フィデル兄、ねえ、起きたの？ちょっと、もうちょっと静かに起き上がってよ。びっくりするでしょ。ああ、ごめんごめん。まったくもう、あまりに遅いから起こしに来てあげたのに。もうそんな時間。とっくに朝。ビクトルさん、もう先に出ちゃったよ。そうか。そうか。じゃなくって、ほら、急ぐ急ぐ。よし、支度するか。じゃあ、外で待ってるから、早くしてね。相変わらず、寝顔可愛いんだね。年上をからかうな。いい。準備できた？待たせて悪かった。ビクトルさんは西の門で待ってるって。西の門か。じゃあ行こう。うん。あれ？誰か一緒だ。
待たせしました。遅かったな。そちらの女性は？ランドックの受忍術師、ブルネリ殿だ。ブルネリさんですか。フィオーレ、ブルネリ。フィオーレでいいわ。フィデルです。ミキです。彼女は我が国王陛下からランドック王国の王立受忍研究所への協力要請に応えお越しいただいた受忍術のエキスパートでいらっしゃる。ランドックの受忍研究所、すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いや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 、すごいです。ヴィクトルさんの用事ってこのこと？なあ、ブルネリ殿をお迎えし都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。トレクールと交戦状態にある。それは噂で聞いたことあります。戦況は芳しくなく、